ってみよう。ヒュン、いや、クラマの力を借りればできないことはない。よし、ナルト。うん。今のお前ともっとゆっくりいろいろ話して。男はいちいち言わなくていい。言いてえことは口うるせえ。もう分かってっからな。この感じ、懐かしい感覚だ。これほど追い詰められているのに何でもやれそうな、そんな。力が湧いてきたってばよ。カッコつけるのはよい。だがまさかとは思うが、戦術以外は効かぬということを忘れてはおらぬだろうな。そうでした。よし、お前は兄者以上のバカだ。もう先代のどのほかげをも超えてるぜ。そういう意味じゃな。せぞ、クラマの。別にバカなのは心配してねえよ、俺ってば。いや、そこじゃねえ。その状態のまま仙人化できるかもしれねえ。ペイン・ナガトってのと奴の言い分にわしも怒りが抑えられなくなってな。そんなことあったっけ。それにな、わしのチャクラがありながらお前は戦術に頼った。それも気に食わねえ。この意地っ張り野郎。だからそりゃてめえだろ。素直じゃないんだから。てめえ、最近わしのことなめてねえか。こら。いや、親近感ってやつだってばよ。分かってるよ、そんなこと。弁当の作戦では苦しいな。よーし、いいぞ。お前はもしかすると兄者以上のおかげに。これほどのチャクラを完璧に。